明日が来ればとか人はよく口にする。本当はみんなとっくに気づいてる。いくら歩いたっても前には進んでないこと。それでもとりあえず前を向いているふりなんかして、明日が来ればとか、どうせ明日もつぶやいてる。ウェイターの経験ですか？ねえ、女も。あ、あります。え？あ、ちょっと。はい。明日、3時。はい、面接。はい、あ、大丈夫です。はい。ヤス久しぶり。元気？何？ああね、あれだね、最近公衆電話って減ったんだね。すごい探しちゃった。だから何？あのさ、母さんまた携帯止められちゃってさ。で、悪いんだけどちょっとだけおっかね。もしもし、それはやっぱデロムレ話を。なんでよ、あんなさ、トロのビッグマウスの嘘つき野郎じゃないかよ。そこがいいんだろうよ。俺の相手はリングで1分にも立ってらんねえだろとかって、てめえが10秒でやるじゃん。愛せんだろお前。あれ覚えてる？え、レバンナと、アンディユーゴロさ、ちげえよ、それ飛び蹴りじゃねえかよ。アンディフグの後ろ回し蹴りっつうのはお前こうだろ。あ、これだろ、これ。そういえば、そういえばこれが自分の足で走った最後だった。クソみたいな俺の人生から逃げるために。
こんな時でさえどんな嘘をつくか考えていた。明日のバイトの面接に行けなくなった言い訳を。長谷部君、目覚めたか。担当医の小宮山です。長谷部君、電話バイトの面接。長谷部さん、今日が何日かお分かりですか？君は事故の日から3日間意識がない状態だったんだよ。3日。胸椎の11番目、腰から少し上のあたりの背骨なんだけど、骨折をしていましたが手術は無事終了しました。いつ頃退院できるんですか？落ち着いて聞いてほしい。君は脊髄を損傷してしまった。神経というのは一度壊れてしまったらもう元には戻らない。おへそから下の感覚がないだろう。はっきり言っておきます、君はもう一生自分の足で歩くことはできない。突然のことで気持ちの整理がつかないとは思う。でもまずはその事実を受け止めておいてほしい。それ俺の人生何終わってんじゃん。こちら東病棟へご用事みたい。長谷部康之の母です。ヤス。しかしバカだよね、あんたも。隣のビルに飛び移ろうとしたんだって。スパイダーマンじゃないんだからさ、短足のくせに。ねえ、一緒にいた佐藤君ってあの茂君でしょ？中学で同級だった。あら、鼻の骨折られちゃったんだって？聞いたんだろ。なんだってさ。まあ俺はもう歩けなくて。なんかさ、食べるもの何でもいいんだってよ。なんか買ってくるね。今手持ちがなくてさ、ね、
っか、明日退院か。じゃあもう会えなくなるね。もうそうなのよ、久美ちゃんに会えんならもう俺どっかでまた怪我して来ようかな。こら、いや嘘ですよ。はい、ほらもう5時、お店閉めますよ。迷惑やからね。ほら、また明日も来ますから。またね。メロンパンだ。お客さんラッキー、それ最後の1個。これ息子の大好物。あれからずっと生きてきて、こんなことに、結局こんなことになっちまうなら、あの時どんなにこんなんでくじけそうでも信じることさ、必ず最後に相渡す。どんなにこんなんでくじけそうでも信じることさ、必ず。お母ちゃん、ヤス、行っちゃおうか。このまま二人で行っちゃおうか。きっと今よりずっと楽ちんだから、すぐに楽ちんになれるからさ。母ちゃん寒い、冷たいよ。楽ちんじゃないよ、帰ろうよ。僕がお父ちゃんにお願いする。もうお母ちゃんぶたないでって、僕がお願いする。帰んないよ、あんな奴のところなんてもう帰んないよ。二人で生きてこう、ヤスと母ちゃんと二人でね。俺の一番古い記憶、それは川の水の冷たさ。頑張って生きてこう。死んどけよかった。お待たせ。あ、ごめん、今病院だから。これね、最後の一個。携帯止められてたんじゃねえのかよ。うん、あ、うん、また男にせびったか。男って。次はだって働いてたお弁当屋さんも潰れちゃうしさ。釣り、おー、もう来なくていいかも。ヤス、どんなにこんなんでくじけそうで信じること。あ、来てたんだ。うん。ごめん、たくちゃん、さっきは病院だったから。なんか作んね。あるちゃん。息子さん、どうだった？うん。もう一生歩けないって。あ、そう。だけどさ。
時母親としてなんて言っていいか分かんないよね。住民票は？え？住民票息子さんとは別にしてんだっけ？喧嘩してここ飛び出してってきりだったから。でもどうして？ああいや、向きますね。いくら金積まれたって俺には無理だ。今日もいいお通じでしたね。他にもっと楽しい仕事あんだろうが。じゃあ流しますね。お湯の温度に気をつけて。はい。長谷部さんは下半身の感覚がないんだからね。俺に言わせりゃこういう職業を選ぶやつの感覚がわかんねえ。それは無理だ。君が人の助けなしにトイレや入浴を一人でする方法は今はない。君はもうこれまでのような生活はできない。これからは今までとは違う人生になるんだ。俺は別に誰の助けもいらねえから。けどね、長谷部君、あんた医者だろ。医者なら治すよ。諦めんなって。俺を歩けるようにしてみせろよ。覚悟を決めてほしい。これが君の人生だ。俺の終わってる人生が始まった。はい、じゃあ手回して。はい、1、2、3。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。起きるよ。せーの。わかるね。下半身の感覚がないと椅子に座るのも難しいんだ。気持ちいいですね。長谷部さん、慣れるように頑張りましょうね。看護師さん、点滴外れちゃったよ。はい、今行きますから。ちょっと待っててくださいね。すいません。だよ。あ、大ちゃん大丈夫？
もう気をつけてください。そいつはいけん来たんだよ。暴走してきたのはそっちでしょ。暴走なんかしてねえよ。車椅子ならみんなが避けてくれるとでも思った。だからそいつが来たんだって。ごめんなさい。いいから大ちゃんが謝ることない。ヤス、ごめんなさい、僕がいけないんです。大ちゃん気をつけろよ。お前どうしたの。ヤス関係ねえ。あ、車椅子乗れるようになったんだ。もしかしてメロンパンの息子です。ああ。すいません。あ、はい。下着の替えとか置いといたから。いいからそういうの。でもさ、ヤスはこれからいろいろ一人じゃ。あのさ、自分で言ったこと覚えてるよね。ああ、おかえり。誰そいつ。伊原さんって言ってね、今母さんが世話になってる伊原製作所の社長さん。どうも。今日は帰るわ。逃げんのかよ。やめなさいよ。謝んなさいよ。いや、いいからいいから。ハルちゃん、今日は帰る。謝んなさいって。いいって。ごめんね、タクちゃん。ごめんね。俺が邪魔ならそう言えよ。たらもうこんな家に帰ってこねえから。待ちなさいって。待せよ。いいじゃねえかよ、別に。互いの好きなように生きりゃ。俺だって親の無様な姿なんて見たくねえんだよ。無様って何よ。伊原さんはね、いつも親身になっていろいろと相談に乗って。どうせ金もらってんだろ。ねえ、あんたがね、働きもしないでバイクばっかり乗り回して、遊ぶ金がなくなってお腹が空いた時だけ家に帰ってきて、あんたそんな生活しててよくそんなことが言えるわね。上等だよ。一人でやっていく。はあ、上等だよ。やってみなさいよ。ほら出てけ出てけ出てけ。お金に困ったとか後で泣きついてきたって知らないからね。金に困って後で泣きついてきてんのどっちだよ。いや、それは、だ、あの時はさ。もう来んなっつってんだろ。帰るよ。あ、ここにいたんだ、長谷部さん。よかった。これが長谷部君のリハビリのメニューです。こちらの理学療法士の西崎さんが作ってくれました。西崎です、よろしく。よろしくお願いします。西崎さんの言うことをよく聞いて、毎日きちんとメニューをこなしていけば。歩けるようになるんですか。いや、息子さんの場合はそういうことではなくて。あ、例えばベッドとか車椅子とかの乗り降りを楽にできるようにしたり。直すと欲しいんですけど。あの、日本のっていうか現代の医学ってすごい進歩してるんですよね。だったらなんか手術とか薬とか、なんかそういう少しでも可能性のあることに挑戦してくれたりできないんですか。いや、それはね。だって一番なのは足が治ることじゃないですか。元のように普通に歩けたり走ったりできるようになることじゃないですか。そういう努力はしていただけないんでしょうか。お医者さんなら、お医者さんやってんなら諦めないでください。お願いします、お願いします。やめろ、みっともない。ヤス、大事なのはまず現実を受け入れることです。
望みを持ってはいけないんでしょうか。それは諦めろってことだよ。申請したら毎月こんだけ出るんだ。みたい。これちょっと恥ずかしくない？え？こういうの担保に金貸してくれるところあるんで、役所のお墨付きだし間違いないから。どうして？今ちょっとうちの会社厳しいんだよ。従業員に給料を払えないような状態です。でも私それその申請今まだやめようと思ってて。え、なんで？だってこのお金受け取るってことはヤスが障害者になったって認めることになるもん。ハルちゃん、だから悪いけど。悪いけど誰がどう見たって障害者じゃん。バカなこと言ってないでさ。俺バカ上等。中身に将来もし受け取ることになってもこのお金は、このお金だけはヤスのためだけに使いたいの。こっちが苦しい時は助けてくんないの？なんて。鍵を置いてってね。世の中で一番愚かな女、それが俺の母親で、世の中で一番クソったれな息子、それが俺だ。みんな頑張ってるんですよ。佐山武弘君、彼もね、脊髄を痛めてて、こうして西崎先生とリハビリを頑張ってるんです。じゃあ少し休憩しましょうか。どうも。長谷部康之さん、これからリハビリを始めるの。佐山です。こんにちは。まずは目標はすごく低く置いとくんですよ。それでそれに一生懸命チャレンジしてクリアしたら次の目標を設定する。それをどん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 繰り返していくうちに、まあ、ある日ある地点に行くと、もうそこは富士山の山頂だったみたい。まあ今のは冗談ですけど。笑える。リハビリって多分そういうことだと思うんですよ。お疲れ様です。お疲れ様。おや、いよいよですか。どうです、長谷部さん、少しやってみますか。ああ興味ないんで。長谷部さん。いや、ついてこなくていいから。何あの態度。さあどれがババでしょうか。それババだよ。今は心理カウンセラー。そうが、これに何の用。いや別に。あ、病院側の方針でね、週に2日この部屋にいてくれって。でも暇でね。時々こうして暇そうにしてる患者さんを連れ込んでは話し相手になってもらってる。いや俺別に暇じゃねえんだよ。格闘技好きなの？誰のファン？俺さ、ピーターアーツも好きなんだけどさ、ジェロム・レバンナってのがいてさ。知ってる？いや、あんなのただのビッグモンスターの嘘つき野郎でしょ。そこがいいんです、そこが魅力的なんじゃん。俺は無敵だとか言っときながら試合に出るとボッコボッコにやられちゃうっていうね。実に人間的だ、うん、人間的？俺はね、彼がね、嘘つき野郎でもビッグマウスでもないと思うんだよ。彼は本気で信じてんだよ、自分の力を。何度も同じ負け方してんの。そんなもんなの、人間なんて。え？ああ、ごめん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 、名前聞いてなかった。なんだっけ。え？あ？
いや、俺長谷部。長谷部くん、よろしく。南です。違うんだよ今の。ごめんなさい、僕が本読んでて前見てなくて。マジだよ、これ本当マジで。俺なんて暴走してないもん。認めたね、認めたね。この間の暴走だって今認めたよね。送ってってあげなさいよ、小児病棟まで。は？これは俺がお前を取ってるってことでいいんだよな。そうだよ。どうした？おい、おい、どうした？抗がん剤の副作用。抗がん剤？大丈夫、大丈夫？しっかり。お部屋戻るね。1、2、3、ゆっくり呼吸して、ゆっくり呼吸。そうそうそう、はい、お部屋戻るよ。はい、ゆっくり呼吸、大丈夫だよ。星好きなんだ。うん、星座とかそういうことの伝説とか。いつかね、野辺山に行きたいんだ。何それ、どこ？知らないの？すっごい星の綺麗なところなんだ。つうかさ、お前男だったら、なんつうの、こう、なんか、こいつがその野望語れよ、野望。野望？うん。じゃあ、お兄ちゃんの野望って何？俺の？うん？いや、いや、なんていうかさ、まずは、目標を低く設定しておくんだよ。で、それに一生懸命チャレンジして、クリアしたら、また違う目標を設定する。そういうことを繰り返していくうちに、ある日、ある地点に立ったらさ、そこが宇宙の果てだったみたいな。かっこいい。え、だろ。僕ね、時々行ってるところがあるんだ。一緒に行かない？どこ？てか、もう体大丈夫なのか？かっこいい人がいるところなんだ。ここで練習するとね、できないこともできるようになるんだって。お兄ちゃんはできないの？俺はやらないの。ああ、長谷部さん、どうです、やりますか？ダメ、この人できない。いや、できるわ。じゃあやりますか。え？手離してください。大丈夫大丈夫、もう一回行きましょう。はい、手離してみて。はい、大丈夫大丈夫、上手に行きましょう。はい、手離してみて。ねえ、ちょ、あれやらしてよ。あれは長谷部さんに。いいから。歩くというのは無理なんです。車椅子で自由に動けるようになる、それがあなたのゴールなんですよ。わかります。
僕も初めはそうだったんで、自分にできることとできないことって初めはみんなよく分かんないんですよ。もう帰りたいんだけど。おお、びっくり。大ちゃんが一緒に行きたいんだって。どこ？大ちゃんこれ。なんだよ。おい、ちょっと何やってんだよ。もう寝ろよ。いいから、私が乗せてあげるから。なんだよそれ。重い。彗星？うん。今夜見えるんだって。なんとか彗星っていう。シワスマンはハマン第三彗星だよ。いや、ダメじゃん。はあ、曇ってる。はい、帰ろう帰ろう。またいつか来るんでしょ、その彗星。次来るのは5年後。5年後っていうと、大ちゃんもう中学生。そっか、もう中学生か。その時には大輔はもう。チンコに毛生えてんな。生えてんな。生えてんな。生えてんの？あ、だ、だよ。いいじゃん。し、え？しってこと？もうちょっと。なんで曇ってんだよ。私今月でここ辞めるんだ。なんで？そういう契約だから。あ、そう。あのさ。ん？大輔のがん、あれ治るんだよな。あと半年持たないかもって。なんだよそれ。少し休みましょうか。え、まだまだ。ほら、ダメだって。体痛める。ねえ、あれ何やってんの？ああ、あれは床トランスですよ。あれができるようになると車椅子の乗り降りが楽に。あ、あなたにはまだ無理。なあ、なお前寝なくて大丈夫なのか？ねえ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 、お兄ちゃん格闘技に詳しいんでしょ？まあまあまあ。どうやるの？え？いやだから、まあまあこう構えるだろ。うん、そうそうそう。でワンツーだよな。ワンツー、そう、ワンツーの後にフンフンだよ。サヨンフンフンって何？蹴りだよ、蹴り。回し蹴りは？お前喧嘩売ってんだろこの野郎。バッ。いいか、男っていうのはな、強くてたくましくて決して弱音を吐かない、まあ、嘘もつかない、愚痴も言わない、
目標に向かってずるいことは絶対にしない。はい。それがな、男ってもんなんだよ。はい。どの口が言ってんだか。ああ、そう、やめちゃうんだここ。うん、契約だから。せっかく仲良しになれたのにね。で、どう最近うちのバカ息子。会いに行けばいいじゃないですか。顔見ると喧嘩だし、っていうか怒られちゃう。そうなんだ。神様からの罰なのかな。母親に責任があるんだよね。ダメな母親が子供を幸せにする。そうかもしれませんね。え、ちょっとそこは否定してくんなきゃ。あ、ですよね。まあいいけど、私がダメ母なのは事実なんだから。あ、南先生どうも。どうも。じゃあね、久美ちゃん。うん、またね。どう最近。うん、もう絶好調。あのさ、この前話したグループカウンセリングのことなんだけど。だからそういうの私いいですから。あ、そうか。最近真面目に頑張ってるらしいじゃん、リハビリ。え、別に普通っしょ。あ、冬や。はい。あ、大竹ひろ。あ、先生また来ます。いや、いいんだ、ちょっと、はい、いや、入って入って。いいね、いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー、よいしょ。え、あ、何、俺邪魔だと別に出てくる。あ、いやいやいや、いてもらって。竹ひろね、今恋してんだよな。はぁ、ちょ、先生、うん、ウケる。いや、ウケるって言われて。つうかさ、女ごときで何テンパってんだよ。いや、さすが百戦錬磨って感じじゃない。別に普通っしょ。なんかアドバイスしてやって。いやいや、もういいですよ。あー、大丈夫。で、どんな女。バイトの組ちゃん。え、はぁ、ちょ、もうせつか、あの女今月いっぱいであのバイト辞めるってよ。え、で、あんなやつのどこがいいわけ。あんな怖いの。え、怖いんすか。怖くねえよ。どっちなんすか。よいしょ。で、どうしたらいいんすかね。ごめん。おっとっとっと、大丈夫。そんな告令者、そんな簡単に言わないでくださいよ。それタイムセール中だよ。おう。なあ、竹ひろっていいんじゃん。そうだ。何、最近お母さんに会ってる。会ってねえよ全然。来てんだよ、ほとんど毎日。あんたに会いづらいんだって。会ったら喧嘩になるからって。分かってんじゃん。もしかして就職したことも知らない。知らねえ。もうどうなってんのよあんたたち親子。関係ねえだろうよ。お母さんとは嫌な思い出ばっかりじゃないでしょ。何黙っちゃったの。いや、うるせえなと思って。母親にもなったことないやつが偉そうに。だよね。
ここボール、ここ狙って。やべえ。あ上手になったなった。いくぞ。はい。はい、ありがとう。あれ、なんでこんな小さいの母ちゃんの。ついて、いくよ、せーの。お願いします。あ、日下部さん、この間の検査どうでした？何それ、聞いてねえけど。すいません、はあ、売店のあの女が辞める前にお前が退院すんの？なんかそういうことになっちゃって。で告った？いやいや、もうあれはいいんですよ。なんだよ、その程度かよ、お前。いや、だって付き合えるわけないじゃないですか。長谷部さんだってノリで付き合ってくれてたんでしょ、僕の恋バナ。はあ？いや、こんな足、こんな体ですからね。普通に恋愛なんてできるわけないし。告白なんかしてね、その上無理とか言われたら多分、もう、立ち直れなくなるし。車椅子だけに立ち直れねえって。よく言えますね、そういうこと。長い間本当にお世話になりました。おめでとう。おめでとう。あの、おかげさまで念願のデザイン会社の方にも就職が決まりました。ああ、決まったんだ、はい、おお、よかったよかった。どうした？なんか怒ってるね。別に。武尊が退院してその上就職まで決めちゃったもんだから、それが面白くない。図星だろ。ちげえよ。あんさんね、あいつなんか人バカにしてんだよな。どういうことよ。いや、なんかうまく言いそうもねえし。失礼します。常々大輔がお世話になりまして。ああ、大輔の。この度転院が決まりまして。転院？長野県の方の病院に。星空が綺麗なところなんです。せめて最後は大輔の行きたかった場所で、あの子とも
よく話し合って決めました。いつ？実はこれからすぐ。でも向こうに行っても元気でね。ああ、放送遅れまいす。いけないんだぞ。うるせえ。ワンツー、ワンツー、ふんふん。ワンツー、ワンツー、ふんふん。大輔、今度会うときはさ、吐いてんな。吐いてんな。気づいてはいた。世の中どうでもいいやつばっかが生き残る。いらっしゃいませ。あのいつもいた女の店員さん、くみちゃん辞めちゃったんですよ。いや、契約今月末までじゃん。契約？いや、うちはそういうシステムじゃないんですよ。ええ、本人さえ良ければずっといてほしかったんですけどね。ええ、前から知ってはいた。嘘つきに見えない奴ほど嘘ばっかついてる。そんなのガキの頃から知ってっけど。君はもしかして、まあ自分では気づいていないかもしれないけど、実は他の人より人の心が敏感によく見えるんじゃないか。誰が？俺が？うん。なんで？君はいわゆる非行少年だった。そういう生活をしているとね、周囲に対しては行き交ってもその反面、人の目を気にして、そして人の顔色があって常にビクビクしてる。相手の心理を読み取って、その笑顔が本気か嘘か見分けられないとえらい目に遭うからな。退院おめでとう。まああれだ、まあ相手は誰でもいいけどさ、たまには弱音吐け。ありえねえよ。退院おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。お世話になりました。あまり無理はしないようにいいね。
すごい完璧。ヤス、これから社会復帰したらさ、いろんな人にお世話になって助けてもらって生きてかなきゃね。あんたみたくか、自分は弱い立場だから人に助けてもらって当然とか、そういうのどうでもいいんだよ俺。すいません、ちょっと止めてもらってもいいですか。ここって俺あんなとこから飛んだんだな。バカ上等じゃん。もう帰ろ。先タクシー戻ってて。え？いいかな。これはもうチャームポイント。よう、久しぶり。誰？スパイダーマン。つうかさ、お前ら4ヶ月前と何も変わってねえじゃん。何やってたんだよ。それで生きてんのかよ。生きてるって言ってんだろ。これなんなんだね、この野郎。おいおいおい、弱いもんいじめかよ。あ、弱いもんいじめですか。俺だけかよ、4ヶ月前と若干違うのはよ。新しい我が家よ。どこが。そう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 、ソーシャルワーカーさんのチェック済みだから。チェックした後に荷物置いてどうすんだよ。ちょ、これ。え？あ、だってさ、まだ掃除の途中だからさ。あ、あんたのアパート引き払う前に一応大切そうなもんだけ運び出していたから。あ、ヤス、ごめん、これあの雑巾流して仕事持ってきて。車椅子の障害者こき使うなよ。家事も手伝ってもらうわよ。普段からやってるやつに言われてピンとこねえんだよ。急いで急いで。分かっていいんだよ。あのさ、ちょっと。え？取れない。取れない。あら、ちょっと待って。よいしょ。乾杯。お、おい、飲まない。うん、9時には仕事に出るから。え、そんな時間から仕事なの。そこしかシフト組んでくんなかったのよ。うん、4ヶ月ぶり。あ、で、仕事何時まで。朝には一旦戻る。一旦？うん。ね、午前中はスーパーのパート。あ、そう。うん、あ、食べて。
おい、辞めてからも時々連絡は取り合ってた。つうかどういうことよ、いきなり売店辞めて。まあ辞めても別にいいんだけど。お母さんかなり無理してたから、これ以上ヤスには不自由させたくないからって、無理言って頼み込んで時給の高い深夜シフトに入れてもらったりもしてたみたいだし。じゃあね、お母さんを大事にね。ごめんね。私がこんなんじゃどうしもないよね。え？ああ。それ大丈夫だから、てかそのまあ俺一人で暮らせていけますよ。助けなんか必要ないしね。ダメだよね母ちゃん、歩けない子の足引っ張っちゃねえ。うまいこと言ってんのに泣いてんじゃねえよ。その夜、母ちゃんが行方不明になった。入院費がないと言っていたらしい。え？あ、いや、だから母来ませんでしたか。来れるもんな来てほしいんだよ、僕も。あの人にまだ金貸してるし、大体障害者家族が国からもらえるはずの金をさ受け取らないって言うんだから、あの人どうかしてるよ。え？ねえ、君のこの足治る可能性あんの？どうなのよ。
ありません。でしょ、あの人根拠もないのに信じきっちゃってさ、いつか治るってばっかみたい呆れるっていうか、なんていうかバカ長とは。ん、え、何よ、おいおい、だよ、やめ、痛いよ、おい痛いよ、おい、あ、おい、ほら、障害者怪我させたら何言われるか分かんねえよな。ケヒロ君が自殺した。自殺？いつ？夕べ。後遺症がひどかったらしくて、仕事に穴開けたりして。デザイン会社解雇されてたんだって。あいつは俺に何を言いたかったんだろう。死んでしまった相手に次も明日も今度もない、もう何も聞けない。お使いなさい。大丈夫です。でもどうぞ。大丈夫って言ってんだろ。いらねえのは俺だ。生きてる価値もねえやつ、存在自体が迷惑なやつ、それが俺だ。どうせならみんなに迷惑がられて死んでやる。迷惑をかけた相手、一人二人三人、疲れた、座りたい。はい、エイジ、行くよ。八人目。ちょっと待ってくださいね。十五人目。帰るときまた声かけてくださいね。押せばいいのか。それでもまだ人の役に立てたか。ごめんな、そりゃそうだ、俺なんかと一緒じゃ。じゃあな。18人目。あの車椅子の人は荷物何を持ってね。あら、ほんと押しましょうか。大変ですよね、この道で車椅子は。19人目。
ここで大丈夫です。あ、そうですか。しましょう。ねえ、イルカショーやってるからまだ間に合うかも。いや、やばいってあの感じ。この前聞いたんだけど、オタクって自殺したり犯罪犯したりとかしないんだって。なんで？来週のアニメを見なきゃいけないから。でもあの人オタクじゃねえの。どうしましょう、どうしましょう。ここが彼のふるさとなのかもしれない。ふるさと。人生ってのは素晴らしいな。この年まで生きてやっと分かってきた。いいね、海は命の源だ。君も海を見に。ええ。さっきからずっと見ている。うさぎ石かの山。あの歌やばくね？逆に死にたくなるよ。寂しかの川。なんかここのイルカショーすげえらしいな。あれ見ないで死ねるかっつぐらいすげえジャンプなんだってよ。もう今日の会終わっちゃったよ。だからそういうこと言うな。空気読めよ。海ならもう十分見ただろう。帰ろう。いや、どうせ帰るんだから一緒に帰ろう。用事が。どんな。うるせえんだよ。このまま飛べたら格好はつくの。このまま空に向かって飛べたらなって。そしたら格好がつくのに。俺ろくでもない生き方してたんすよ。本当に。これから先だって僕でもないでしょう。
分かってるんですよ。こんな体になっちゃって。生きてるだけで。迷惑なやつで。どうしたらいいんですかね。どうしたらいいんですかね、俺。もう分かんねえや。助けて。助けてください。入れちゃったんで。これからさ、グループカウンセリングがあるんだけど、手伝ってくんないかな。無理です。人がさ、どうしても足りないんだよ。ああ。今、ちょっと遠くにいるんだよ。は、遠く？で、また天国にいるわけじゃないだろうね。グループカウンセリングって何すか？うん、来てくれたら分かるよ。会社の上司が怖いんです。その人の前に行くとうまく喋れないんです。だってあの人が言ったんです。お前なんかいらねえ、やめろって。いらねえ、やめろって。じゃあお前がいなくなりゃいいんだよ。こんなくだらないことで悩まなくちゃいけないのか。はい、どうもありがとうございます。では次、最後ですね。久美さん、10年前、18歳の時に子供を産みました。一緒に住んでた人の。結婚はしてなかったんです。一緒に住んでた人、生活費とか
全部持って帰ってこなくなっちゃって。ひどいわね。ありえない。なんてやつだ。うん、初めにも言いましたが、ここは心の痛みを参加者全員で共有できる場です、うん、だから怖がることなんてないんです。大丈夫、続けて。私一人で赤ちゃん育てなきゃいけなくなって、でも誰も頼れる人がいなくって、働かなきゃいけないし、近くの託児所もいっぱいで、どうしていいか分からなかった。私も泣いてばっかりで、お乳も出なくなって、もうこのまま一緒に死んじゃおうかなって。でも赤ちゃん一生懸命おっぱい吸うの。生きよう、生きたいって。なのにある日赤ちゃん息をしてなかったんです。息をしてないの。私なのに、生きてちゃいけないのは私なのに、どこに行ってもどの町に住んでもみんなにすれ違う人にも、どうしてお前が生きてるんだ、お前が死ねばいいのにって、そう言われた気がして、よく話してくれました。ありがとう。この10年、私ずっと周りに嘘ついてきた。まるで悩みなんてないみたいな元気で明るい人っていうのを演じてた。だって本当に楽しいとか、なんか食べて美味しいなんて思っていいわけないじゃん。普通に生きる資格なんてあるわけない。今の自分は全部お芝居、笑うお芝居、元気なお芝居、ご飯を食べるお芝居。そう思うしか生きてこれなかった。それってヤバくないか？一人の時、誰にもそのお芝居見せる必要がないわけで、自分を騙せるお芝居なんて多分誰もできないと思うしさ。
だって意外と感じてる人なんだね。意外とってなんだよ。いいのかな、私生きてても。だったら死ねよ。なんてな。もしさ、お前の隣に今のお前と同じような状況のやつがいたとしたら、なんて言う？何にも言えないよ。だってさ、俺もお前も、もうみんな毎日毎日生きてるだけでこんなにのたうち回ってんだろ。なんだかんださ、辛いのよ。生きてるってだけで。辛いよね。ありがとう。溶接の経験はないんだよね。ないです。どこへ消えちまったのか。あれから母ちゃんからは何の音沙汰もない。おい、大丈夫か。大丈夫、大丈夫です。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。慣れてるんで。上手じゃないですか。そうだな、君は人として重大なミスを犯した。あの夜、武宏はどんな思いで君と話したかったか。お前は最低だ。人間として最悪だ。お前は人殺しだ。で、君はずっと自分を責め続けてんだろ。でどうする？また自殺でもしてみるか？君は人の心に敏感なんだ。敏感にならざるを得なかった。でも今それを誰か他の人のために役に立ててみるっていうのはどう？ね？会ってみてほしい人がいる。電車に飛び込もうとしているところを保護された。無理だろ、俺だってそんな。その人は子供を産んでからずっと母親として自信が持てず、一人息子を不幸にしてしまったと思ってる。保護された警察でも病院でも最初は名前も住所もデタラメを言ってたらしい。息子に迷惑がかかるからって。
はじめまして。あの、いきなりこんなこと言うのもなんなんですけど、俺の死んだ母の話聞いてもらってもいいですか？結構人懐っこい人で、誰とでもすぐに普通に友達になっちゃう人で、困ったことがあったらとにかく笑うとこから始める、そういう人だったんです。でも死んじゃったんです。自殺です。遺書もなくて、周りの人たちはどうしてって、彼女が死を選んでしまった理由がわからないって。でもね、俺は分かったんですよ。母の自殺の原因は俺でした。俺が母の自殺した原因だったんです。それは周りの人たちもね、ああきっとそうだろうねってみんな思ってますよ。違うって。でもしょうがないんですよ。自分でも思いますもん。ろくに親孝行もしてこなかったし、会えばしょっちゅう喧嘩してたし、安い、はじめまして、こんな体になっちゃった俺が本当に重荷だったろうし、そんな俺が本当に嫌いだったろうし、もう俺が死ねばよかったんですよ。俺なんか生まれてこなきゃよかったんだよ。どうして、ねえねえねえ、どうしてそんなこと言うの。もうね、なんとだって言えますよ。あの人死んでんだから何でも言えますよ。あの人の悪口だって、だって本当は何をどう思ってようと、もう誰もわからないんだから。遺書が出てきたってもうこんな状態じゃ本当かどうかもわからないし、そうやって残された俺たちはね、これからずっと一生苦しめられて、苦しめられて、考えさせられて、それを背負ってずっと一生生きていかなきゃいけないんですよ。もう、もう、
もうやめて。そういうことなんですよ。自殺をするって。すいません。いや、今の俺はこういう話できる人他にはいないから。ありがとうございました。話聞いてくれて。はじめまして。はじめまして。もらっていいですか。すいません。はい。あ、助かった。すいません。ありがとうございます。あれ？駅ってどっちでしたっけ？本当すいませんね。助かります。だな。ってことは晴れるかな。じゃあ星見に行こうか。行け。どうすればいいんでしょうか。さっきの俺みたいに助けてって言えばいいんじゃないですかね。そういうのって死ぬほど恥ずかしくて情けないことなんですけど。
結果死なないから。大丈夫なんですって。今日生きたら明日はやってきますから。悪い。今日もグループカウンセリング手伝ってくれないかな。勘弁してよ。いやまあ確かに今日は仕事休みではあるんですけど。え、クミちゃんも来る？いやちょっとマジで興味ねえな。ビール？おう。じゃあ分かった。あのビアガーデンと焼肉連れててくれます？ほらこの間のハラミが美味しいとこ。そ、え、あ違うの？あ、そうそうそう、そっちそれだったら行ってもいいな。え、どっちか。いやどっちかで、どっちも連れてってくださいよ。